こんにちは。いつもある程度までは仲良くなれるのに、どうしても意中の女性と一線を越えられない。本気で好きな女性に限って、どうしても恋人未満で終わってしまう。今日はそんなお悩みをお持ちの男性の皆さんへ、親しい女性との仲をさらに効果的に発展させる方法についてお話ししていきたいと思います。女性があなたを好きになるきっかけを増やそう。質より量、確率は気にしない。女性が男性を好きになる場合、必ず何らかのきっかけが存在します。最初はただの知り合いだっただけの男女が何かの出来事を二人で経験し、その結果関係が発展していく。そんな展開、あなたも恋愛系のドラマや漫画で見たことありませんか？現実は物語のようにうまくいかないよと思う方もいるかもしれませんが、このきっかけ抜きで男女の恋愛が発展することなんて、それこそ現実的ではありません。特に何もしなくても無条件であなたを受け入れ恋人になってくれる女性など、それこそドラマや漫画の中にもいないでしょう。ただし現実は物語とは違い、一つのきっかけだけですんなり男女の仲が発展する可能性は高くありません。では現実であなたが意中の女性に近づくには、どんなきっかけを用意するのが効果的だと思いますか？いかがでしょうか？一つのこれだというきっかけを思いついた方もいらっしゃるかもしれませんね。中にはこれといったきっかけが思いつかなかった方もいるかもしれません。ですが今は特にこれといったきっかけが思い当たらなかった方もご安心ください。なぜならあなたが意中の女性に近づくために効果的なきっかけなど初めから存在しないからです。いやいや、それじゃ俺には勝ち目がないということじゃないかと嘆く必要はありません。あなたが意中の女性に対して用意できる効果的なきっかけはなくても、近づく際の最適解は存在します。それはとにかくたくさんのきっかけを作ることです。閉じられた物語の世界のヒロインとは違い、現実の女性はあなたと会っていない時も毎日誰かと接しながら生きています。その中で当然あなた以外の男性のことも考える機会だってたくさんあります。それはあなたにとっても同じことですから、想像はしやすいですよね。ですから常にいろんな人と接する女性にあなただけを意識してもらうきっかけを作りたいなら、できる限りその女性との接触回数を増やす以外に方法はありません。でも接触回数を増やすといっても、実際にはどうすればいいでしょうか？一番いい方法はその女性と顔を合わす回数を増やすことです。理想は休みの日や仕事帰りに2人で時間を取って出かけることですが、それが難しい場合は無理に会おうとするとかえって自分勝手な印象を与えます。その場合はちょっとした空き時間に会話をする、しつこくならない程度に連絡を取るなどの手段を取ると良いでしょう。とにかく女性にとってストレスとならない程度にあなたの存在を女性の日常の中で意識させなければなりません。そうすれば女性から見てもあなたの新たな一面を発見する機会や、あなたの考えに触れる機会が増えて、あなたをさらに好きになるきっかけが生まれる可能性が増えます。きっかけ作りは質より量、一喜一憂することなく常に次の方法を考えてアプローチを繰り返しましょう。相手のことを知る努力をしよう。意中の女性との仲を進展させるきっかけの一つとして、お互いの知られざる面を知った瞬間というのが挙げられると思います。その中でも相手との共通点を探るのはとても有効です。女性から見て普段は時々顔を合わせて挨拶をする程度の仲だったあなたが、実は自分と同じ趣味を持っていて、しかも話してみるととても盛り上がることが分かったなんてきっかけがあれば、その日を境にその女性があなたを見る目は一気に変わります。でも相手の趣味も考え方もわからない状態でむやみやたらと、俺は〇〇が好きなんだ、〇〇を良くするんだなどと声を大きくしたところで、あなたは自分語りが多い痛い男と見られてしまうだけです。そのような事態を避けるためにも、あなたの趣味に女性がぴったり合わせてくれるかもしれないという考え方はまずやめましょう。それよりも気になる女性のことを知る努力から始めるべきです。例えば意中の女性は休みの日に何をしているのだろうか、好きなものは何だろうか、出身は、特技は。相手のことを知ることで、たとえ相手の趣味や考え方が自分と一致しなくても、その中で共通項を探し出し話題の入り口を作ることができます。
そしてさも普段から相手のことをちゃんと見ているよという雰囲気で女性と話すことで、彼女はあなたに対して好印象を抱き、あなたに対する見方を改めることになるでしょう。ここまでお話ししたら、もう気づかれた方も多いかもしれませんね。女性とのきっかけは待っているだけではやってきません。そうではなく、きっかけは自分で作るものなのです。相手のことを知り、1回や2回の空振りで諦めずに愚直にアプローチを続ける、そうした誠実さを突き通す男性にこそ女性は心を開き身を委ねてくれるのです。女性に対して誠実であり続けよう。女性のすべてを受け入れてあげよう。男性女性を問わず、ある程度気を許した相手とそうでない相手では話す内容が異なると思います。例えば、仕事で上司に対する愚痴を会う人すべてに話す人はいませんよね。そうしたネガティブな話題を扱うときは、この人になら話しても大丈夫かなとか、この人には言わない方がいいかなというような判断をあまり意識することなくして話題を使い分けている人が多いはずです。個人差はありますが、あなたもそうした相手を選ぶ話題を扱った経験がありませんか？もちろん、それは女性があなたを見るときも当てはまる話で、あなたが意中の女性と親しくなる過程で、必ずその女性はあなたに対してそれまでと違った一面を見せるようになると思います。例えば、普段は仲が良さそうな友人の愚痴や仕事の悩みなんかをあなたが憧れていた女性から聞かされて、あれ？この人、そういうこと話す人だったっけ？と驚いた経験もありませんか？中には、急に意中の女性の暗い一面を見せられて驚いたり幻滅したりする方もいたかもしれません。ですが、逆に言うと、それは彼女があなたのことを今までとは違う見方で見るようになった証なのです。そして、そうした悩みを打ち明けてくれた女性を優しく受け入れることで、女性もあなたと一緒にいる安心感を抱くことにもなります。この人の前では頑張りすぎなくていいんだと女性があなたに対して感じた瞬間、あなたはもうすでに彼女にとって特別な人の仲間入りです。逆に、悩みや暗い一面をせっかく打ち明けたのに、あなたがそれを否定したり引いてしまったりしていては、その女性はあなたから距離を取るようになってしまいます。誠実であることというのは、どんな時もその女性に寄り添うことです。男性に比べて気分の浮き沈みが激しいのが女性ですが、そんな女性のすべてを受け入れてあげてくださいね。女性が弱っている時に求められる誠実さとは、先ほどお話ししたように、女性が愚痴や悩みをあなたに話すのは、それだけあなたに心を開き始めている証拠です。ですので、そこであなたがきっちり女性の話を聞き、誠実に対応することで、女性にとってあなたは大切な存在へとなっていきます。では、あなたが弱っている女性に対してできる誠実な対応とは何でしょうか？これはその女性の性格だけでなく、あなたの普段の人柄や得意なことによっても変わるため、一概には言えません。もし、俺にとっての誠実さはこういうことかなという考えがある方はコメントくださいね。ただし、一つだけ気をつけていただきたいのは、弱っている女性にとって最適解の提示や正論を振りかざすことが誠実な対応とはならないことも多いということです。むしろ、そんなことわかってるから黙って話聞いといてよと思われ、一生懸命あなたが女性のために考えを伝えたことが、かえって悪印象につながることすらあります。そういった悲しいすれ違いを避けるためにも、最初にお話しした通り、意中の女性の考え方を普段から知る努力は欠かさないようにしましょう。理想はその積み重ねで、相手が弱っている時に相手がどうして欲しいかを察することができる状態です。でも、それが難しいようなら無理する必要はありません。その時は、ごめんな、どうしてあげたら楽になるかななどと、素直に女性が今何を求めているかを直接確認しましょう。それは場合によってはあなたの思う最善策ではないかもしれません。でも、押し付けがましい善意を弱っている女性に示すよりも、おとなしく相手の要求通りに対応する方が、あなたは彼女にとって誠実な男性として映るはずです。いかがでしたか？どんなアプローチを試すにしても、女性との距離を縮めるきっかけ作りに一番求められるのは、相手のことを知ることと言えると思います。相手はどんな出会いを求めているのか、どういうパートナーが理想なのか、
普段はどういう話し方をしていて、辛い時にはどうしてほしいのだろうか。明日からはあなたもより積極的に意中の人のことを知る努力をして、誠実で素敵な男性として意中の女性との距離を縮めましょう。